皆さんこんにちは、とうちゃんです。今日はブーともこに新しいおやつを買ってきました。以前も言った通り、ブーともこはアレルギー持ちということで、ママが厳選した無添加おやつの数々。まずはこちらですね、小イワシの開き干し海の幸。なんか飲みのね、つまみみたいなおやつですけどもね、普通にうまそうだなこれで。お次が馬ジャーキー。無添加愛犬おやつって、これ絶対あれですよね、大人のおやつですよね。これをちょっと僕も食べてみたいな、後でちょっとこっそり食べてみるかな。はい、そして海からの贈り物、シーフードスナックって、これ普通にあのドラッグストアとかで売ってるやつですよね。あの大人のおやつコーナーで、ちびっこおたてに鮭キューブ。なんだなんだこれ、普通にうまそうだぞ。そうだ、新しいおやつが来たということはあれをやるしかないな。というわけで突然ですが、第2回おやつ我慢大会を開催しようと思います。はい、まずはね、ブーたちの初見の反応を見てみましょう。ほらほら、ママが新しいおやつ買ってくれたよ。どれ食べたい、どれ食べたい、どれも美味しそうだね。モコはどれが好き？海からの贈り物をこれにするか。じゃあこちらで勝負してみましょうか。ちなみにね、前回はブーちゃんの圧勝でしたが、今回はどうなるでしょうね。ちなみにちょっと中見てみましょうか。ホタテのやつなんですけどね。どれどれ、うわ、いい匂いするな。うわ、もうまんまホタテじゃんこれ、うまそう。はい、ってことで待て。さあ試合開始でございます。まあ今のところはね、2匹とも落ち着いてますけどね。さあどうでしょう。お、これ結構記録を伸ばせそうですよ、ブーともこ。あーでもね、もっちゃんがペロ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 始まりましたね。前回はこの辺りでもっくんがねフライングしちゃってブーの勝利だったんですけどもね、今日はちゃんと我慢してます。しかもね、今ね実はご飯前なんでお腹空いてるんですね。お腹空いてる割にはちゃんと我慢できてますね。もうなんかだんだんそわそわしてきましたよ。ペロペロが止まりませんが、1分が過ぎてどうでしょうか。そろそろ何か動きがありそうな気配もしてきましたが、どうでしょうかね。この辺からちょっと、でもまたペロペロ始まった。もういい匂いプンプンしてますからね、辛抱たまらんでしょうね。僕が待てされたら多分こんなに待てないぐらいの本当にいい匂いのおやつなんでね。いやー、でもよく頑張って我慢してるな。ブーなんかもうね、よそ見してね。おどうだどうだ、なんか動きがあったぞ。おもこ立ち上がった。ブー片足浮いてる。さあどっちだ、どっちが我慢できないんだ、どうなんだどうなんだ。おっと、ブーが動いた、ブーが動いた。あーっと、行くのか行くのか、てしまいました。ブーちゃんやっちゃいましたね。そうですか。ってことでもうこの勝利でした。はい、第2回おやつ我慢大会はもこちゃんの勝利。ブーくん残念。これでね、2匹の勝負は1勝1敗ということでね、まあこれからもね、この2匹の対決は時々やっていきたいかなというふうに思ってますんでね。いやー、しかしもっくん、前回の汚名を返上したね。よかったねもっくん、ナイスファイトでした。ってことで今日もいい一日でした。